ラグラッツは、ニコロデオンで放送されているアニメーション。制作は、クラスキークスポ。また、同作品のスピンオフ作品で続編にあたるラグラッツ、ザ・ティーンズも、同チャンネルにて放送中である。本校では、劇場版及び、ラグラッツ・ザ・ティーンズについても記述する。赤ちゃんたちの日常や冒険を描いたアニメーション。アメリカで1991年8月11日、放送開始。 日本では1998年11月15日よりニッケルオゲデオンで放送が開始され、2000年には NHK の衛星アニメ劇場でも放送された。また、2009年12月までトゥエルビのニコロデオン広場という放送枠で確実放送されていた。ハリウッドウォークオブフェームの星。2001年にはハリウッドウォークオブフェームの6600ハリウッド、ブールバールに星が置かれた。 ラグラッツは当時夫婦だったガボール・チャポとアーリーン・クラスキーのコンビにポール・ジャーメインが加わった形で1989年に企画が作られた。クラスキー・クスポは当時大手アニメ会社として知られておりテレビ CM やミュージックビデオ向けのアニメーション制作に携わっていた。また3人は当時ザ・シンプソンズの制作にも携わっており1992年まで 続いた、子供向けケーブルテレビ局のニコロデオンがオリジナルのテレビアニメを作ると発表したのを受けて、3人は自分たちのオリジナルのテレビアニメを作ろうと決めた。その後、クラスキーとクスポの子供たちである赤ん坊の滑稽な仕草をもとにした6分弱のアニメーション、トミー・ピクル・ザ・グレート・ホワイト・シングが制作された。本作の主人公格であるトミーは、 アーレン・クラウスキーの息子をモデルとしている。ピーター・チョンは、クラスキーとクスポと共にキャラクターデザインを手掛けたほか、パイロット版であるトミー・ピクル・ザ・グレート・ホワイト・シングとオープニング映像の監督も務めた。1990年、制作を終えた彼らは、ニコロ・デオンへそれを提出し、子供たちに見てもらった。パイロット版の反応は良く、テレビシリーズの制作が決定した。この時点で、 アンジェリカとチャッキーの登場も決定した。アンジェリカはいじめっ子役が必要だと考えたジャーメインによって作られたキャラクターであり、子供の頃に彼をいじめていた少女がモデルとなっているほか、彼女の甘やかされたお子ちゃまというキャラクター性を提案したのも彼である。この時、クラスキーはアンジェリカにことを気に入っておらず、バーベキューのお話において、アンジェリカがトミーのボールを フンスの向こう側まで投げ飛ばしたことなど、アンジェリカの行為について抗議していた。ザ・ニューヨーカーの記事の中で、クラスキーは、アンジェリカはいじめっ子だと思います。気に入りませんでしたと話している。彼女はアンジェリカが生み出されたことを完全に拒絶し、他の子をいじめるアンジェリカを彼女は見下していた。そのうち、アンジェリカの存在は、一部のスタッフにとっても悩みの種となり、さらには、 アンジェリカ役の声優であるシェリル・チェイスにとっても嫌な子供を演じることが苦悩の種となった。脚本家の一人であるスティーブ・ビクセンはチェイスの苦悩を和らげるべくアンジェリカはこの番組にとっての JR ユーイングなんですよ。と声をかけた。裁判放送後、クラスキーはキャラクターたちが実年齢よりも年上じみた行動をとっていると言い出した。クスポは クラスキーと脚本からの言い争いの仲裁をすることが増え、脚本家の言い分が通ることが多かった。制作現場の雰囲気は、スクリプトや番組の内容にまで影響が及んだ。1993年、ニコロデオーンが第65話目の放送を行った後、新エピソードの制作が中断され、脚本家の多くがクラスキークスポを去っていった。初回放送以来、 ニコロデオンは毎日放送を続けていた。1994年、ニコロデオンは親子で楽しめるように、夕方の早い時間に放送時間を変更した。3年関西放送が続いた後、新エピソードの制作が再開された。しかし、クラスキークスポとかつての脚本家の間には未だに興奮した空気が流れていた。クラスキーは、新しいアンジェリカが活躍する。 ラグラッツ・ザ・ムービーを見た後、心情が変わり、彼女はこの番組にとって重要な存在です。私は彼女を愛していますと話した。グラッツ・ザ・ティーンズは赤ちゃんたちの約10年後の姿を描いた作品となっている。これより前に未来を描いた作品には2001年にラグラッツ10周年として放送されたテレビ映画 EN All g r o o v Up やそのテレビ映画を元にしたゲーム d n ラグラッツ、オールグロードアップ、オールダーボールダーがある。ラグラッツザ・ティーンズの制作は2002年9月から始まり、2003年には CM が放送された。ただし、その CM の映像は実際の本編には使われなかった。この番組はアメリカ合衆国で2002年4月12日に先行放送が行われ、本放送が2003年11月に行われた。 番組の本放送が始まってから320万人以上の人がニコロデオンにチャンネルを合わせ ESPN で NFL の試合の放送があった第2シーズンでは15位まであるケーブルテレビ視聴率ランキングの首位を獲得しニコロデオン史上最高初回視聴率を記録した4月の先行放送時はイラク戦争の関係でトップ15にランクインしなかった ニック・オン・ CBS では2004年3月14日から2004年9月9日まで放送された。このシリーズのオリジナルタイトルには、オールグロド・アップと、ラグラッツ・オールグロド・アップがあった。また、アッセル・ザ・マバイバも参加した。第1シーズンでは、リル・ロメオが、第8話、イッツ・キューピット・ステューピットで、キューピットのリル・キューを演じた。また、EN ・ニクトゥーンズ・ネットワークでは、 2008年7月6日に初回放送が行われた。2007年初頭、アメリカ合衆国のニコロデオンで、ラグラッツ・ザ・ティーンズ。後に再放送が行われ出したが2006年から新エピソードの制作は行われていない。アメリカ合衆国のニコロデオンは2007年11月12日から11月30日までに、ラグラッツ・ザ・ティーンズの最終シーズンのエピソードの多くを放送した。 最終シーズンの最後の3話は2008年8月3日、8月10日、8月17日に放送された。イギリスのニコロデオンでは2006年までに55話すべてを放送した。日本のニコロデオンでも放送された。1995年、スティーブン・スピルバーグはインタビューの中で、この作品を当時の子供向け番組の中で最も素晴らしい作品だと評価し、 彼は、この番組を、自分たちの頃のピーナッツに近いものがあると話した。イグンは、名作アニメベスト100のうち92番目に良い作品とした。トミー・ピクルス星、エリザベス・デイリー、吹き替え、松本美は赤ん坊たちの間では、リーダー格、大人たちの言動を赤ん坊なりの考えで解釈している。ラグラッツ・ザ・ティーンズでは、必ずしも、リーダー的な立ち位置にいないことが出てきた。また、 ラグラッツ・ザ・ティーンズでは、映像制作の分野で才能を発揮することもある。アンジェリカ・ピクルス製、シェリル・チェイス、吹き替え、鈴木スミコ、高橋サトシアキ、トミーとディルのいとこである3歳児、よく年下の子供をいじめては、トミーたちの反撃を喰らう。ラグラッツ・ザ・ティーンズではあまり性格は変わっていないが、欠点を直そうと努力する場面もある。ディル・ピクルス製、タラストロング、吹き替え、 斉藤・エリトミーの弟、ラグラッツムービーから登場。ラグラッツザティーンズでは少々変わり者だが、友達思いのキャラクターになっている。チャッキー・フィンスター製、クリスティーン・カバナー、ナンシー・カートライト、吹き替え、前川優子トミーの親友、赤毛で眼鏡をかけた赤ん坊、器用な性格だが、勇気を振り絞って行動したこともある。ちなみに、ピエロ恐怖症、ラグラッツザティーンズでは、 弱虫というイメージを払拭すべく、授業をサボってみたりと、様々ないたずらに挑戦している。フィルデビル製、キャススーシー、吹き替え、湯浅香織、中山エリコリールの双子の弟、リルデビル製、キャススーシー、吹き替え、高木エリコフィルの双子の姉、ラグラッツザ・ティーンズではあまり弟と遊ばなくなり、新しい友人を見つけている。スージー・カーマイケルゴエ、クリーサマー、吹き替え、 ナミキノリコ、斉藤恵里3歳の少女、アンジェリカとは対立関係にある時もあった。キミー・フィンスター星、クリスティーン・カバナー・ディアン・ヌ・クワン、吹き替え、富坂・明、日本人である、キラ・ワタナベ・フィンスターの連れ子、彼女がチャッキーの父と再婚したため、チャッキーの義妹となる、ラグラッツのパリ探検隊から登場、ラグラッツ・ザ・ティーンズにも登場し、バットキミでは頭をピンクのソフトも悲観にしていたが、 その後の回では元に戻していた、ステューピクルス星、ジャック・ライリー、吹き替え、金子・ユキノブ・トミーの父、発明家、ディディ・ピクルス星、メラニー・チャートフ、トミーの母、チャッキー同様ピエロ恐怖症、モデルは、アーリーン・クラスキー本人、アンドリュー・ドリュー・ピクルス星、マイケル・ベル・アンジェリカの父である会計士、兄弟である、スチュートは、仲が悪く、パパ、お家に手では、 ピザ50枚を送り込まれるなどの嫌がらせにあった。シャーロット・クリスタイアン・シリア・デレード・マクセル生、トレス・マクニール・アンジェリカの母、仕事中毒、グランパ、ルーピクル生、デビッド・ドイル、ジョー・アラスカイ、吹き替え、モリクニ・ヒサス・チュート・ドリューの父、つまり、トミーとディルとアンジェリカの祖父、キラワタ・ナベ・フィンスター生、ジュリア・カトーキミーの母、夫と離婚し、チャッキーの父親と再婚した。 チャールズ・チャズ・フィンスター生、マイケル・ベル、吹き替え、石川・正明・チャッキーの父、ベッティ・デビル生、キャス・スー・シー・フィルト・リルの母、ハワード・デビル生、フィリップ・プロクター・ベティの夫、ルチア、ルーシー・バスケッツォシェリル・カーター、1997年からシリーズ終了まで、リザ・ディンキンス、ハッティ・ウィンストン・スージーの母、医者、ミリアム・ピクルス生、アンドレア・マーティン・ルー・ピクルの年上のいとこ。 ポーカーが得意。シンシア・アンジェリカが大事にしている人形。メリン・ダ・フィンスター製、キム・キャトラル・チャッキーの生みの母で、彼が生まれてから数ヶ月後に亡くなった。生前は、花が好きだった。回想シーンという形で登場する。ヨナタン製、ルネ・オーベル・ジョノは登場時のみ、ダン・カステラネタ・シャーロットのアシスタント。シャーロットに、いつも怒鳴られているが、息地がないのか、あまり文句を言わない。 レプター映画の中に登場する恐竜、ロバースネイルレプターの敵である、メカカタツムリ、ダミーベア赤ちゃんたちのお気に入りのアニメ、スージーの父親は、このアニメの脚本を書いたことがある。レックス星、ティムカリー、吹き替え、大川透トールトミーラを懸命に探す、大人たちを報道するレポーター、ココラブーシュゴエ、スーザンサランドンパリ探検隊のみに登場、ダーウィン星、 トム・ケイン・ワイルド・ソーン・ベリーズに登場したチンパンジー、ペペ・コエ、ブロンソン・ピン・チョット、吹き替え、石川・博明学校のシェフ、Z 世、カーラ・デイ・リーツや君の友人の一人で、学校一の悪、詳細は、ラグラッツシリーズのエピソード一覧を、参照詳細は、ラグラッツシリーズのエピソード一覧、ラグラッツ・ザ・ティーンズ、を参照。ラグラッツ・ムービーは、1998年のラグラッツ、 初の長編作品。アメリカでは1998年11月20日。日本では1999年12月25日で公開された。あらすじ、編集キャスト、編集スタッフ、編集美行、編集ディルピクルス初登場作品である。この作品には何匹か猿が登場し、その音声は本物の猿から取られている。2000年11月17日に、 アメリカで公開された。2002年4月20日に日本で公開された。日本語吹き替え版キャスト、編集スタッフ、編集2003年6月13日にアメリカで公開された。日本ではビデオスルーとして2004年11月26日に DVD&VHS が発売された。制作会社及び放送局が共通しているワイルド・ソーンベリーズとのクロスオーバー。 ワイルド、ソーンベリーズの日本語版吹き替えは、テレビシリーズと同一である、日本語吹き替え版キャスト、編集制作会社及び放送局が共通している、ギャー、リアルモンスターズのキャラクターたちが、1999年に放送された第106話、ゴーストストーリーにゲスト出演した、テレビドラマ、ダラスの登場人物、劇場版、ありがとうございます。